はい、どうも皆さんこんにちは。今日は一人ビブリオバトルをお送りしていきます。今日ご紹介するのはですね、夜を乗り越えるという本でございます。ちょっとね、前回からまた新しいアングルでね、やってるんで、ちょっとなんかこの結構歪みのあるレンズの中で僕はもう もうアングルの迷子になっております。はい、どうしていいかわからなくなってきました。でもなんか解像度的にはね、前のカメラよりも全然いいんで、どうなんでしょう、見やすいのか見にくいのかもちょっとわからないんですけども、ちょっとこの感じでやらせていただきます。今回ご紹介する本は夜を乗り越えるという本でございます。著者は又吉直樹さん、出版年は2016年、出版社は、小学館吉本新書というところから出ています。これは僕はね、結構もう5年ぐらい前に読んでて、で、すごくね、まあ最近なんかちょっと思い出した、又吉さんのことを思い出したんで、ちょっとなんか喋りたいなと思ったんですよね。でいて、またその今の時代にもね、またすごい必要なことなのかなとも思っています。すごく面白いです。この本はね、おすすめします。めちゃくちゃ面白いですね。で、又吉さんの火花をね、読んだという方、まあこのリスナーの方々の中にもどれぐらいいらっしゃるかわからないんですけども、火花はすごくいいですよ。ね、芥川賞を取って、取るだろうなというか、もう素晴らしい作品だと思います。まあ又吉さんはまあご存知の方も多いと思うんですけれども、もう太宰をね、もう崇拝してるんですね。まあ芥川にとってのもう、ごめんなさい、又吉さんにとっての太宰治っていうのはもう神というか、だからマイケル・ジョーダンが神っていう意味の神っていうかね、本当にすごいんですよね。で、又吉さんってね、お母さんがクリスチャンなんですね。で、沖縄の人で確かね、お母さんがね。で、それも確か本に書いてあります。で、だから沖縄の人でいて、クリスチャンでいて、みたいなことって、二重にですね、僕は、日本の社会の中でクリスチャンってですね、外部なんですね。うん。これはまあ話せば長くなるんですけど、日本の社会でクリスチャンになるっていうのは、日本の社会の外部性を身にまとうってことなんですよ、実はね。でいて、沖縄っていうのも、やっぱりこう、内地という言葉がね、沖縄の側にあるように、やっぱりですね、沖縄の佐藤正さんというね、作家の人も、お母さんが久米島ね、沖縄の人ですけれども、やっぱりですね、ルーツに沖縄がある人というのは、やはりこう、日本社会をこう外部から見る視点を持っているので、やっぱり発言が面白いなって僕は思っています。で、又吉さんはそんなことで、外部性っていうのを二重に身にまとっているということもあって、やっぱりですね、こう批評的にものを見るとか、そういうことがすごくですね、できている人だなと思っているので、僕は面白いと思います。で、彼はですね、その太宰治の本をもう持ち歩いてるんですよ。で、なんかね、すごいんですよ。なんか、ドキュメンタリーとかで、ものを僕見たことないですけど、で、多分出てるんじゃないかな。もうね、何十回も線を引いてね、読み直してるんですよ。多分、ユダヤ教のラビがですね、立法の書を読むぐらい読んでると思います、彼は。ぐらい読んでるんですよ。だからもう、髪も長いし、なんか宗教家みたいに見えてくるんですけども、もうね、本当に太宰なんです、彼はね。で、なんか、有名な話で、なんだかな、彼がね、東京に出てきてね、で、最初に借りたアパートが確か太宰が住んでた場所だった。だかなんかそういう偶然があったりとか、すごいらしいですよ。そのもう運命みたいなっていう意味で言うと、まあ芥川賞を取った火花っていうのは、まあいわばは彼にしてみたら、もう太宰に捧げるね、小説でもあったわけなので、なんかこう太宰治がですね、なんかこう21世紀の日本になんかこう、生まれ変わったのが又吉というふうに僕は見ることもできるんじゃないかなと思ってぐらい、まあすごい人だと思います。で、まあこの本は新書なんで、別に小説のこととかが小説の技法とか書いてるわけでもなくて、まあ彼のいろんなこうつれづれのあるねことをね、書いてるんですけども、それがすごく面白いんですよ。で、まあ、彼はですね、この本の中で、小説を読むのは複眼的思考を身につけるためっていうことを言うんですね。だから、小説っていうのは2つのことが必要だっていうんですよ。まずは言葉にならなかった共感っていうのが小説には必要だと。つまり、この小説、本を読んでて一番のこの快楽の一つってね、この
漢字って名前がついてなかったし、自分の中でもいわく言い難い感情とかあるじゃないですか。それを初めて言葉にしてくれたっていう、ああこの人は俺のこの内面の何とも言えないこの言葉にならなかったことを言葉にしてくれたぞと、これが実はその小説を、人が小説を読む理由でもあると思うんですよ。ということで、そういう言語化能力っていうのは小説家にとってはすごく必要だと。だけれどももう一つは共感できない部分っていうものも必要なんだっていうふうに彼は言ってるんですね。この二つが必要。一つ目は言葉にならなかった共感。もう一つが共感できない部分。この二つが必要だって言うんですよ。小説には。なぜなら、小説っていうのは世の中を複眼的に見るための、まあ、その、訓練というか、小説を読むことの一つの効用は、世の中っていうのは立体的なんだっていうのが分かるってことなんですよ。だから、もし小説読んでですね、共感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 で終わりますとですね、何が起こるかというと、実は読む前と読んだ後で視点が増えてないんですよ。ね、自分の世界観を強化する方向にしか向かわないじゃないですか。でも前回僕何だったかな、生産性の動画かなんかで僕言ったんですけど、あの認知的不協和っていうのがすごく大事だよと。で、意味脅威っていう言葉をそこで出したと思うんですけれども、小説にはですね、実は意味脅威が含まれていることもすごく大切なんです。つまり、自分はこう思ってたけど、何これわかんない、これ何この人の、何この人っていう驚きというかですね、そういうこの不安にさせる要素というか、それこそが実は今まで自分は小説を読む前は、今まで世界とはこういうものだと思っていたけれども、読んだ後に世界って実は別な見方もできるのかもしれないっていうことを、まあその読んだ人がですね、読む前と読んだ後で変わるためにはですね、ある意味で、共感できない部分っていうのがすごく必要なんだよっていうことをマテウシは言うんですよ。で、これはですね、映画とかね、小説のね、そのアマゾンレビューってあるじゃないですか。で、ああいうのでさ、もう本当に嫌になるんですけど、あれ見るのも嫌なんですけど、あの、星一つ共感できなかったっていう、あのレビュー書いたやつも本当逮捕してもいいと思うんだよね。もう全員死刑でいいんじゃないですかって言ったら怒られるのか、まあいいや。もうあれ本当やめてほしいんだよな。共感できなかった星一つで、マジでもう、お前もう映画見んなよ、これからと思うわ。小説読むなよと。違うんだよと。小説とか映画とかっていうのは自分とは違う世界があるということで、世界が広がるから面白いんでしょっていうね。いやー、腹立つわ、マジで。ムカついてきた。ムカついてきた、俺。それで、それで、まあ思い出してムカついたんですけど、でもさ、共感できなかった人、商品と星一つは本当もう禁止にした方がいいと思う。もう。うん。あとね、あのね、レビューでかん、あのね、禁止にした方がいいベスト2で言うと、一つが、だからその、星一つ共感できなかったでしょ？もう一つが、考えさせられる。これは言っちゃダメよ。考えさせられるはダメ。言いたくなるけど。言いたくなるけど、小説とか映画とか見てね、考えさせられるって皆さん言いたくなると思うし、言ったことも、僕も多分あると思うんですよ。一回ぐらいね。言っちゃった。口が滑って。犯罪を犯しちゃったことあると思うんですけど、考えさせられるはね、でもね、ほんと便利な言葉すぎるからやめた方がいい。あれはもう禁句にしないと、言語運用能力が下がりますよ。あれをどう言い換えるかってことを問われてるのにっていうことなんで。なんだろう、こう。もうね、だから、グルメリポートで言うと、もうね、野菜を食べてさ、あーフルーツみたいってあるじゃないですか。もうあれと同じ。もうあれももうダメ。言っちゃダメもう。もうね、もう擦られすぎてるやつっていうのは言っちゃダメよ。もう何も言ってないと同じだから。っていうもうレビューの話に花が咲いちゃいましたけれども、戻します。で、今回のあの引用部分は、少ないんで、3箇所なんでね、ゆっくりやっていきたいと思いますけれども、もうでも10分ぐらいになるんで、9分になってます。183ページにね、彼がですね、すごい面白いこと言ってて、太宰治をね、読んで、っていう話なんですけれども、こう書いてるんですよ。賛成や反対、何かについて直接に発言するということではなく、俺は物語の力で戦うんだという気概を感じますと。これは、まあ、太宰治が書いた、おかそうしって読むの？ごめんなさい、読めないです、僕。おかそうし。三日草子
で読むのかな、こういう作品があるわけですよね。それを読んでですね、そう思ったと。で、僕は今の社会の問題に対峙するとき、どんなときでも最終的にどうなることが望ましいのかを考えます。そうするためにどうすることが最善であるのか、対立する意見があり、どちらかの立場で発言することが本当に自分の望むものになるのかというと疑わしいんです。そこに当然起こる反発の声をより大きくしてしまうこともある。だからこそ僕は今の時代にみんなに共通して感じている気持ちに届くハッとするような表現が必要だと思っています。表現によって価値観を変容させることができないかと常に考えています。戦うことより何か実現させることの方が僕にとっては大切なんです。これめっちゃね、本当この一行を読んだだけでというか、このセンテンスを読んだだけで僕はね、この本ね、この本買ったんですけど、この本ね、読んでよかったなと思うぐらいすごい良かったんですね、この箇所がね。政治的発言とかに関してのことなわけですね。で、太宰から又吉が学んだことは、政治的な発言に関していろんな賛成や反対があるんだけれども、太宰はだからそれに関して、だから三島由紀夫とかはもう完全に政治的に戦ったわけですよね。まあ、滑腹自殺をするわけですから、最後はね、自衛隊のね、市ヶ谷でね、でだけど太宰はですね、その物語で戦うんだっていう気概が、まあ、又吉が彼に惚れ込んでるところなんだっていうんですよ。で、じゃあ又吉さんは政治的な意見ある人かないかで人で言えば、すごい僕はある人だと思ってて、かといって、まあ、そのウーマンラッシュアワーのね、村本さんであったりとか、ああいう分かりやすいやり方はしてないんですね。はい、百田直樹さんであったりとか、ああいう分かりやすい、やり方はしてません。つまり直接に政治的な発言をしたっていうのは又吉は今まであんまりないと思います。だけど、彼は明らかにリベラル寄りな考え方を持っているというのは僕は確信してて、まずね、大前提言いますと、又吉さんって東京新聞のさ宣伝してますよね。はいはい、それがどういうことかってことですよ。で、東京新聞はもうだから朝日新聞より左ですからね。の新聞の、まあ、広告を引き受けてるんですよ。で、又吉さんほど頭いい人が自分の心情に反するような商品を宣伝するということに首を縦に振るわけがないんです。あれを受けたということはってことですよ。はい。っていうことなんですよ。多分又吉さんは産経新聞のスポンサーだったら断ってたと思います。で、彼のお母さんが沖縄出身だということも考え合わせると、彼はまあ明らかにリベラルな考え方を持った人なんだけれども、リベラルな意見について直接発言したことは一度もありません。 SNS でもテレビでもね。で、まあ、昨今のあの今のね、今これ撮影してるのは5月17日ですけれども、あの黒川さんのね、検事長か、だからあれはまあちょっとやばい案件で、だからまあツイートでねすごい盛り上がったりとかしてるんですけど、あれはまあひどい話でね、ちょっと三権分立というものをね揺るがすような話なんで、ちょっとまずいと。で、芸能人とかも浅野忠信さんとかね、小泉京子さんとか、そういう方々、が、まあ、ツイートしたということで、すごくですね話題になってるんですけれども、あれに関しても又吉さんはじゃあハッシュタグをつけて、反対する側の立場なんだけど、彼はあえてそういうことをしないんですね。なぜかというと、自分は物語で戦うってことを彼は決めてるからなんですね。で、僕はじゃあその浅野忠さんとかがしたことが意味がないかというと、意味があると思うし、それは立派なことだと思うし、そして芸能人が政治的な発言なんてするなって今怒ってる人に関しては、まあ、バカじゃんとしか思いません。もう当たり前ですよ。芸能人だって有権者だし、納税者だし、人間だし、政治的な意見なんてあるに決まってます。そして、すごく大切なのは、だから、町山智弘さんっていう人が言ってたんですけど、あのテイラー・スウィフトって言いますよね。テイラー・スウィフトっていう、歌手ですね。で、あの人のジャンルって一応ねカントリーなんですよね。で、まあすごい現代的な音楽作ってるけど、ベースはカントリーなんですよ。で、テネシー州かなんかの出身で、で、カントリーってね、日本で言うと演歌なんですよ。アメリカのすごく
保守を代表するような、なんかおっさんっていうね、おっさんの代名詞なんです、カントリー音楽って実は。日本だとなんか英語っていうだけでかっこいいと思われてるけど、あれっておっさんなんですよ。すごい醤油の匂いするみたいな話なんですよね、日本で言うとね。で、だから、そういうこともあって、トランプ大統領は実はテイラー・スウィフトのファンだっていうことを公言してたんですね。ところが、テイラー・スウィフトはある時に、だから実はそのテイラー・スウィフトのファンとトランプの支持層って実は相当重なってるんですよね。古き良きアメリカこそ素晴らしいっていう、白人のアメリカこそ素晴らしいみたいなところがあるから。だけどテイラー・スウィフトがですね、ある時にはっきりと自分の SNS でトランプの政策に、賛成しませんと、トランプを支持しませんって言ったんですよ。で、それは彼のその男尊女卑的なね、振る舞いとか多様性っていうものを、まあ、許容しないあり方とかが、私はちょっと考え方として同意できませんと言いました。で、その時に今回の日本で起きたようなキャリーパミパミが歌だけ歌ってればいいんだっていう形で、テイラー・スウィフト歌手が何言ってるんだって誰もアメリカでは言いませんでした。で、なんかね、町山智博さんがそのテイラー・スウィフトのファンの人に聞いたんですって。で、その人は共和党支持者なんですね、トランプの信者なんですね。で、そうするとその人はこう言ったんですって、私はトランプを支持してると、だけど彼女テイラー・スウィフトのファンでもあると。で、テイラー・スウィフトが、彼女が私の意見とは違うけれども、彼女が自分の意見をああやってはっきり言ったことはすごくいいことだと思うから支持したいと思う、その言ったということに関して支持したいというメタ支持をしてるんですね、はい、合意しないことに合意するっていう話がありますけれども、そういうことで言うんですよ。だからなんていうかな、その日本のその芸能人は黙っとけ的なやつっていうのは本当になんか、あの、話にもならない話というか何を言ってるんだろうこの人たちはとしか僕はいつも思わないんですけど、はい、っていうことがあります。で、ちょっと話戻しますね。だからキャリーパミパミ的な戦い方は又吉さんはしないんだけれども、彼は物語で戦うって言ってるんですよね。で、これもすごい僕は賢い、両方とも賢い選択だと思います。だから、あの、政治的にもろに三島由紀夫みたいにですね、言うのも、僕はそういう人たちがいてもいいと思います。むしろいた方がいいと思います。なぜならそういうことで、市民のね、政治に対する関心が高まるしですね、政治に対する関心が高まることこそ、政治家をウォッチするということになるので、政治家がもう無茶苦茶なことを今みたいにできなくなるということなんでね、そういうことはすごく必要なことだと思います。でも一方で、又吉さんのようにですね、政治的なことを政治で戦うんじゃなくて物語で戦うっていう態度もめちゃくちゃ頭いいと思います。なぜなら政治的な発言っていうのはね、今回のことを見ても分かるように、作用反作用が必ず起こるんですね。政治的なことを直接口にするとね、すごい怒る人が今度は出てきて吹き上がってきてですね、黒川さんのことを擁護し、安倍さんのこと、安倍応援団っていう人たちがいますから、そういう人たちが擁護し、結局そのバックファイアみたいになって、その黒川のことを言ったばっかりに、いやーぶわーってこっちからなんかその多勢に無勢できて、で結局黒川さんが、その定年延長がですね認められてもしまうんだったら、そんなところで戦うんじゃなくて、僕はもっと前の段階、物語で戦うんだと、人々に気づきを与えることによって戦うんだと、でこれをしたいんだっていうことを又吉さんは言ってて、でこれはすごく賢い判断だし、すごい又吉さんだからこそできることだと思っていて、いや、多分村上春樹も割と近い位置にあると思いますね。彼も物語で戦う、彼もリベラルな考え方を持っているんだけれども、彼もまたですね、物語で戦う人の一人だと思いますね。194から197ですね、この夜を乗り越えるというこの本のタイトルにもなってるんですけれども、お読みします。社用人間失格というとんでもない傑作を書き上げ、もう書くことがなくなってしまったのではないかという意見もあります。これは太宰のですね、自殺に関して言ってるんですね。だからそのスランプに陥ってですね、まあ彼は死んでしまうんですね。でも太宰は社用と人間失格を書いたがために、小説が書けなくなりましたという小説を書けると思うんですと。つまりまあ彼の太宰へのエールなんですよ。その夜、つまり自殺した6月13日の夜、あの夜を乗り越えないとダメなんですと。で、まあだから時空を超えて又吉がその自殺を選んだ太宰に、まあ、ちょっと説教をしてるんですよ、はい、で東京八景の中にある、これまあ東京八景ってのも太宰なのかな、で、東京八景の中にある自分の人間のプライドの究極の立脚点は、あれにもこれにも死ぬほど苦しんだことがありますと言い切れる自覚ではないかという言葉が僕はすごく好きです。
太宰のすべてを表している言葉のように思えます。太宰は何もないということが武器だった。それが一番強いと思います。ちょっとだけ時間はかかりますが、10年くらい人生を棒に振ったら、人生を10年棒に振ったという武器を手にすることができます。この強さはなかなか誰にでも持てるものではありません。僕にとってこれは大事な言葉になりました。はい、ということで、人間のプライドの究極の立脚点は、あれにもこれにも死ぬほど苦しんだことがありますと言い切れる自覚ではないかという言葉が、まあ又吉さんにとってずっと救いであり続けている。でもその太宰が、まあ、自殺ということを選んでしまったことに対して、まあ、彼はこう、まあ、大ファンならではの、多分日本で一番太宰が好きな人だと思いますよ。本当にもう彼ほど太宰が好きな人はいないですよ。本当に、うん、自分の親父のように多分思ってるんだと思うんですよね。でもその彼がだからこそ、こうあの時なんで死んでしまったんだって思ってるんですね。であなた言ってたじゃないかと、あれにもこれにも死ぬほど苦しんだことがありますと言い切れることが強さなんだって俺に教えてくれたじゃんかと。でもなんで死んじゃったんだ、6月13日の夜に行って、まあ又吉がですね、太宰に、まあ、ラブレターというかそういうものを送っているという、この箇所はねちょっとねジーンとくるんですよね。でこれはもう本当真実で、まあ又吉さんなんてね、まあ、芸人さんで、キングオブコントでね、ヤマンバのコントをしたことで結構ピースって、まあこの地上波で見かけるようになるんですけど、それまではピースなんて知ってる人ほとんどいなかったんですよね。だからもう10年ぐらいはもう鳴かず飛ばずというか、本当に辛い時期というか、まあ、売れないね無名の芸人だったわけで、又吉さんも綾部さんもね。で芸人さんってそういう時期をですね、みんな撮ってるんですよ。で今をもうねときめくクリームシチューとかですら、そういう時期ってあるわけですよ。そういう時期がない芸人はもう千原兄弟とダウンタウン と、オリエンタルラジオとナインティナインと、あいっぱいいるじゃないかっていう話ですけど、でもその本当にもうスタートダッシュから売れてる芸人なんて本当にもう一つまみでね、もう1000いたら1だけがそれで、あとの1000組はですね、もう10年ぐらい鳴かず飛ばずなんですよ、やっぱりね。で、もう誰にも知られない、まあまあ、で、親からはですね、ちゃんとした仕事に就けと毎回言われですね、そういう人生ですよ、芸人なんて。でもその中で、又吉を支えたのは、例えばじゃあ10年、芸人として、20代の後半から30代後半かもしれませんし、そういう時期を振ったとしたら、その10年鳴かず飛ばずだったという武器になるじゃんかって思ったのが、まあ、彼の救いだったよっていうんですよね。で、まあ、これは僕もですねすごくよくわかるんですね。僕は病気をしてですね5年間30代の後半が吹き飛びましたの でその時に本当にまあ死んだのと同じだと思ってて、もう死んでも全然おかしくなかったからね。だからまあ今の人生っていうのはグリコのおまけみたいなもんで、なんだろうか、もうずっとですね、おまけの、もうレースは終わったんだけど、ウィニングランみたいな形で走らせてもらってるっていう気持ちが強いんで、それは僕のある種の強さになってて、うん、だからもう今苦しいと、今辛い、この夜がもう乗り越えられないと思っている方がね、この画面越しに、あるいは YouTube、ポッドキャストのね音声を聞いているイヤホン越しにですね、いらっしゃるならば、その方はどうぞですね勇気を持ってください。その辛さがいつかあなたの武器になる、そして今も武器になり続けているので絶対に大丈夫です。はい、これはもう本当に言えます。で231ページですね。これ最後の言葉です。これすっごいね短いセンテンスなんですけど、で僕知らなかったんですけど、遠藤周作の沈黙ってあるじゃないですか。であれ僕の大好きな小説の一つなんですけれども、あれが映画化された時にですね、スコセッシがですね監督をして2016年かなんかに映画化されましたね。でその映画も素晴らしい作品なんですけれども、その時にだから映画化されるとその文庫がまた再版されるじゃないですか、新しいカバーでね。その帯を又吉が書いてるんですよ、沈黙の帯を。それすごいですよね。でまあ又吉さんってまあ帯書きまくってるから、もうこの何年かまあそれは納得なんだけど、その帯に書いたね言葉がこれなんですって。
人生に必要なのは悟りではなく迷いだと思いますって。人生に必要なのは悟りではなく迷いだと思いますって又吉さんは書いたんですって。で、沈黙読んだという方がいらっしゃったらですね、とてもなんていうか、あ、これほど簡潔に言い表す帯もないなと思うぐらい的確な帯なんですけれども、そうなんですよ。沈黙ってそういう話なんですよ。人生に必要なのは悟りじゃなくて迷いだっていう話なんですよ。で、バリアーノというですね、まあ、神父が、沈黙の中でですね、まあ、自分の仲間たちが耳にね穴を開けられて逆さづりにされて、まあ、リンチにかけられてですね、ゆっくり苦しみながら死んでいく彼らを救えるのならという形で、まあ、踏み絵を踏むんですよ。で、踏んだ時にイエスが笑うんですよ。踏めって、俺は踏まれるためにいるんだよって言うんですよ、帰郷する時にね。で、だからバリアーノは実は確かバリアーノですよね。で、その神父はですね、まあ、帰郷した神父、転びクリスチャンになったんですけれども、転びキリシタンになったんですけれども、彼がそのキリストの踏み肖像ですね、踏み絵を踏んだ時に彼は初めてキリストに本当の意味で出会うんですよ。そういう話なんです。だから悟りってね、実は強いようでめちゃくちゃ弱いんですよ。神に対する確信こそが 100% の迷いも何もない確信こそが大事なのです、アーメンみたいのはもう超弱いんですよじゃないんですよ。迷いが大事なんですよ、人生には。俺は神を 100% 信じてるかもしれないけれども、分からんぞと、本当にリンチされた時に転んでしまうかもしれない、そんな人間だぞと自覚してる人こそが実は本当は強いんですよはい。でね、ちょっとね、これとちょっと似た話でね、打足にはなる、もう26分になるんだけれども、あのね、ハンナ・アーレントっていう人がいてですね、この人が全体主義の起源っていう本を書いてます。で、これまあハンナ・アーレントはすごい有名な人で、全体主義の起源以外にも人間の条件とかですね、もう本当に金字塔、20世紀の哲学の金字塔をたくさん書いた人なんですけれども、この哲学者がですね、まあ、ナチスと戦ったというか、まあ、ナチスから逃げてアメリカに移住した人だからね、まあ、そのナチスというものを批判、ナチスって何だったのっていうことを言ってる。で、まあ、彼女の一番有名な言葉は凡庸な悪っていう言葉です。そのヒトラーの下で、一番たくさんね人を殺した将校がいるんですよ。なんだっけな、忘れちゃった。アイヒマンか、アイヒマンっていう人がいるんですよ。で、その人がね、アルゼンチンに亡命してて、で、捕まるんですよ。で、その裁判が行われたんですね、イスラエルでね。で、それをハンナ・アレントは傍聴したんですね。それが1950年代のことだったかな。で、その時にハンナ・アーレントはアイヒマンという男は、まあ、人類で一番たくさん人を殺した男と言っても過言ではないから、どんな悪人なんだろうと思ったら、みすぼらしい子役人だったんですね。はい。それに彼女は衝撃を受けるんですよ。で、凡庸な悪っていう言葉を、まあ、その時に書いたわけです、アイヒマンをね表して。つまりその虚悪っていうのは、実はそのなんかこう、もう般若みたいな顔をしてさ、その人をさ、もう鞭で叩いて、おら悪いぞこの野郎とか、そういうアウトリーチみたいなのが、巨悪ではなくて、巨悪っていうのは実は子役人みたいな顔をしてると。で、彼は上から命じられたということに、ただただいいダクダクと従って、そしてそれを効率よくした役人に過ぎなかった、そういう人こそが一番の巨悪になりうるって彼女は言ったんです。日本の東条英機もそうですよね。軍部という大きな力の中で、まあ、彼は秀才でしたから、一番効率よくやろうとしただけですよ。彼の中にイデオロギーがあったわけでも、哲学があったわけでも何でもないんです。ということで言うと、今のね、まあ、その黒川さんの定年延長の話とかってすごい通じるものがあってね、彼、黒川さんにしても安倍さんにしてもですね、安倍さんの周辺にいる内閣府の人たちにしても、誰も巨悪では僕はないと思います。
まあ、一番巨悪っぽいのはなんか麻生さんですけれどもでもあれはキャラが立ってるっていうだけで、多分安倍さんの周りにいる人たちも僕はアイヒマンみたいな感じなんだと思いますよ。今のこの日本の中で必死にやってるんだと思いますよ。でもその力に抗えないんだと思いますよ。で抗ったらもちろん首が飛ぶからね、そういう話だと思いますよ。で彼らはまあ自分の地位を守るために、自分のまあ職業的良心に従って自分の家族を養うために一生懸命やってるんだと思います。だけれどもその全体が間違っていた場合、人間ってやばいとこまで行くよっていう話なんですよ。で、そのハンナ・アーレントのね、全体主義の起源っていうですね、本の中で、ですね、守備一貫性を持った虚構の世界っていう話が出てくるんですね。はい。これね、僕が今ね、読んでいる生きる場からの哲学入門っていう本の中に書いていったんですけれども、これはだからハンナ・アーレントの全体主義の起源そのものではなくて、その生きる場からの哲学の中で解説されてたんですよ。224から225ページです。全体主義政党はこうした大衆 をプロパガンダによって獲得したとアーレントは論を進めます。だから全体主義って何なのっていうことですね。で、プロパガンダとは特定の思想によって個人や集団に影響を与え、その行動を意図した、方向へ仕向けるようにする宣伝活動の総称のことです。そして全体主義におけるプロパガンダが大衆に対して強力な効果を発揮したのは、それが、現実の世界に代わる、疑似世界のリアリティを提供するからだと言います。 すなわち全体主義のプロパガンダが守備一貫性を持った虚構の世界を作り出す。はい。全体主義に浸水する人たちにとっては、複雑な現実の世界よりも全体主義プロパガンダが提供する守備一貫性を持った虚構の世界の方がずっと現実的、過去リアルに、そして居心地よく感じられます。それゆえ世界、全体主義の世界観は非常に単純化された善悪二元図式および終末論的思想でできていることが多いと。これすごいですよね。これだから守備一貫性を持った虚構の世界っていうのが全体主義の武器になるってアレントは看破してるんですよ。これすごくて、で、トランプ政権とかってまさにそうじゃないですか。アメリカは虐げられている。誰に、メキシコ人に、中国人に、アジア人に、 EU にとかっていう形で敵と味方図式を作り出すことによって、そういう世界観を人々に浸透させることによって、人々は、大衆の側にですね、どういう要求があるかというと、もうこんな複雑な世界っていうのはもう分からんと。だから嘘でもいいから分かりやすい世界観を提供してくれって思ってるんです、心のどっかでね。それに対して迎合する人たちがヒトラーであり、まあトランプ政権もそうかもしれない、安倍政権もある意味ではそうかもしれない、そういうことなんですよ。で言うと、その守備一貫した虚構の世界を求めないようになることが全体主義に対するワクチンなんですね。だからヒトラーみたいな人を殺すことでは解決しないんですよ。トランプを選挙で落とすことが解決しないんですよ。人が、大衆の側に問題があって、大衆の側にですね、守備一貫した虚構の世界を求めるという要求がある限り、全体主義は何度でも復活してくるってハンナ・アーレントは言ってるんですよ。で言うとですね、今のじゃあ日本で守備一貫した虚構の世界というのを人がどれぐらい求めてるか、めちゃくちゃ求めてますよね。テレビ番組見ればわかりますよ。でテレビで誰が人気なのかを見ればわかりますよ。短い言葉で断言する人が人気でしょ、はい、で陰謀論を唱える人が人気じゃないですか。そういうことなんです。でも又吉さんがここで言ってるのはずっと言ってるんです。迷いこそが必要だよと、複眼的思考が必要だよって、苦しみが必要なんだよって、そうすることで世界が単純なんじゃないってことを分かるんだよって、それが実は危険な全体主義への予防接種にもなるんだよっていう話なんですよ。だから僕はなんかちょっと黒川さんのこととかを考えながら又吉さんをすごく思い出したんでね、今日は、夜を乗り越えるという本をご紹介させていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。